中岡俊也は、日本のドキュメンタリー作家、潜在能力研究家、超常現象研究家、アジア石切り学研究協会会長、イムレゲンアジア販売元代表、本名は岡本俊夫。東京、大塚に生まれる。祖父は、老局史の東中圏蜘蛛門。1942年に馬族になることを志して、満州に渡る。 1945年の敗戦後も中国大陸に泊まり、八祖寺軍に参加した後、北京放送局のアナウンサー局長を務め、日本向けの国際短波放送を担当する。1957年に帰国。帰国後は、ドキュメンタリー作家として、心霊現象を中心に、超能力、UFO、怪獣など超常現象全般を探求しつつ、世界各国を回った。 生涯の著書は400冊以上と自称している。なお、中岡俊也というペンネームは1962年、講談社の漫画誌、少女フレンド編集部に原稿を持ち込んで連載が即決したのを機に、中国から、中、本名から、岡、春、愛読書の作者、しがな親から、なりの字を取って付けたものである。1970年代には、 当時のオカルトブームの中心的存在の一人として、テレビの超常現象関係の番組にも頻繁に出演し、コメンテーターとして、心霊写真の解説なども言っていた。フィクションとノンフィクションを混在させたような会長も少なくないが、そうした高等無計差も含め、特に人質の自動車の世界では大きな人気を得ていた。心霊関係以外では、本名の岡本都市名義で、 うちから見た中国、八億の民はどう生きているか、中国人と付き合う方などを表し、自らの中国体験も踏まえて、中国の躍進ぶりを日本に紹介した。2001年に、異願のため死去。実施は、落語のフリーライターの岡本和明。2017年に、辻堂麻里と共著で、コックリさんの父、中岡都志也のオカルト人生を上司。 1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代。ありがとうございます。